ニューストピックスです今回は北国新聞の連載丈夫がいいねから能登半島地震後の子どもの心のケアをテーマに文化部の岩上記者に解説をしてもらいますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて能登半島地震で被災した子どもたちはどういった心の変化の悩みを抱えているんでしょうかはい石川県中央七尾の両児童相談所には被災した子どもの心に関する相談が 1 13月末時点でで計13件あありりました。たよくあるケースは幼児世代の赤ちゃん帰りだったそうです。例えば今までは寝る時に1人でベッドに入って寝ていたのに地震後は寝かしつけてもらえないと眠れない子どもがいました他にも落ち着きがなくなった登園や登校を渋るようになった他の友達に乱暴なことをしたり手を出したりするようになったといった相談もありましたどうして子どもはそのような行動をとるんでしょうかはい。 専門家によりますと実はこれらの行動は大地震などの衝撃的な出来事の後に子どもたちがよく見せるスストレスの典型的なサインです特に小さい子どもはうまく言葉で気持ちを表現できないためストレスを行動や体の症状で示すケースが多いといいます。また人付き合いをを避けるるる孤独感を抱える集中力が低下する不眠に悩む あるいはイライラや感触、飛行を起こすなど、日常の反応と見分けがつきにくいトラウマ反応も現れやすくなります。これらは、地震で感じた不安や恐れを処理しようとする心の防御反応などです。では、どのように子どもたちに接すればいいんでしょうか。はい、不安からくる子どものこうした訴えを否定せずに、怖かったねと受け止めてあげることが大切です。なぜ今までできたことができないのかとイライラしてしまうのは逆効果になってしまいます。 また子どもたちには安全で安心できる環境を提供することも重要です今回の野戸半島地震では被災地の中学生が集団避難しました専門家はコミュニティを維持しいつものみんなと一緒にいられるという安心感を与えることで子どもの心のケアにとって大きな役割を果たしたと指摘します日常を取り戻す中で子どもの心にまつわる問題もさまざまな形で出てきます 大人が不安を感じていると、子どもはどうしても心を打ち明けづらいものです。子どもたちが何を感じているのか、ゆっくりと話に耳を傾け、必要に応じてそうした専門医の方に相談することも求められます。石川県中央七尾の両児童相談所には、あの子どもの心に関する相談も多く寄せられているということで、そう,ですね、そういった専門家を頼るということも、はい、とても大切なことになってきますね。そうですね。 ニューストピックス、この時間は文化部の岩上記者に解説をしてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。